日本埼玉県埼玉市見沼区丸ヶ崎丸が、先は埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校では、丸ヶ崎から分立した丸ヶ崎町や、同地域に、かつて存在した北足立郡丸ヶ崎村についても、記す。郵便番号は、丸ヶ崎が337の0001、丸ヶ崎町が337の0007。埼玉市見沼区北西端に位置する。 町域は、丸が、先は、大半が、中石定地で、丸が先町は、大宮大地上に位置する。東で、春野に、東、南で、深作に、南で、東大宮に、西で、上尾市ラブ吹に、北で、岩月区平林寺、真米及び、蓮田市真米に接する。また、芝浦工業大学大宮キャンパスの西側で、大技丸が先が非常に、 細長く南に食い込み、その先端で島町一丁目と接している。おおむね、綾瀬川右岸にあたる。綾瀬川沿いに自然堤防が東西に並行するように存在し、江戸期からの集落を形成している。大地の縁に沿うように、見沼大洋水東園が流れる。国道16号が横断、埼玉県道322号東門前、蓮田線が縦断する。 南西部の区画整理事業完了区域では、勘置処分に伴う、町名地盤変更が実施され、丸ヶ崎町となっている。また、2021年時点で、丸ヶ崎の一部では、丸ヶ崎土地区画整理事業が行われている。縄文時代後期の縄文遺跡である、丸ヶ崎遺跡がある。国土交通省地下工時代地が突き出した場所である、ことから、 元は江戸期より存在した武蔵国足立軍南武領に属する丸ヶ崎村、古くは大田荘美のわざとに属していたと言われている。京六年間までは一帯は未開の地であった。なお、丸ヶ崎は圓下先とも称されていた。村高は昇法年間の武蔵国伝園墓では630国、玄禄豪町では636国余り、 天保号町では642国余りであった。スケ号は中仙道上尾塾に出役していた。活性期の世帯数は80件で、村の規模は東西15町余り、南北10町余りであった。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に、 鉄道は付設されていない。最寄り駅は JR 宇都宮線東大宮駅であるが、丸ヶ崎町47番号の地点よりおよそ 1.6km の地点にある。ありがとうございます。